んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、お金持ちはずるいをやめるです。あなたはなんとなくお金持ちはずるいって思っていませんか？でも本当はお金持ちがずるいということを見たことはないですよね。そもそもお金持ちそのものとあまり会ったことはないかもしれません。よく知らないのにもかかわらず、なんとなくお金持ちはずるいと思っているとしたら、それは思い込みというものなんです。これは勝手にそう思ったっていう意味ですね。多くの人はこの思い込みを幼児期に作ります。これはどんなことから作られるんでしょうか？例えばあなたが子供の時、お父さんにおもちゃを買ってって言ったとしますよね。するとお父さんはおもちゃを買わずに、自分のためには高いお酒を買っていたり、ゴルフクラブを買っているのを見たかもしれません。そうするとお父さんは自分のおもちゃを買うお金でゴルフクラブを買ったと思い込み、お父さんはずるい、自分からおもちゃを奪ったって感じるんですね。これは幼児期だけではなくて、中学生、高校生でも同じようなことを思ったりしますよ。自分にはギターを買ってくれないのに、お父さんは車を買っているというようなことで、奪われたと勝手に感じるんですね。そしてまた、あなたはもしかしたら、人から奪ってでも何かが欲しいと思ったことがあるかもしれません。または万引きすることを空想したかもしれません。つまりあなたにとって何かを手に入れるということはずるいことをするというふうになります。このような頭の中の思考回路がずっと残ってしまい、大人になってもこれが消えないという人たちが、お金持ちはずるいというふうになるんですね。そしてお金持ちから高い税金を取れとかいう考えになります。でもあなたがこの考えを持っていると、あなたはとても困ることがあるんです。一つにはあなた自身がお金持ちになっては困るということで、豊かになるのにブレーキをかけてしまうということです。もう一つは、お金持ちというのは実はたくさんの人を雇って大きな仕事をしている人たちですから、つまりあなたの雇い主かもしれませんね。ということはあなたは心の中で雇い主を攻撃しているということになりますから、自分もなかなか豊かになれませんし、国全体も良くならないということになります。ですからこの考えはさっさと外して、豊かになる道を選びましょう。ではいつものように6歳の自分をイメージして、目を閉じて聞いていてくださいね。6歳の子供のあなたのところに、大人の自分がやってきてあなたに言います。あなたは金持ちはずるいって思っているよね。でもね、あなたは本当はお金持ちがずるいことをしたことを見たことがないよね。でもなんとなくそう思うんだよね。なんだか金持ちが自分のお金を奪ってお金持ちになった気がするんだよね。大人の自分はそれで困っているんだ。お金持ちはずるいと思い込むから、自分が金持ちになると誰かがずるいって言いそうな気がして、たかられそうな気がしているんだ。それに自分が雇い主を攻撃しているから、自分の会社が大きくならないんだ。これでは困るよね。本当はね、あなたは自分がおもちゃを買ってほしくて
お父さんに買ってと頼んだ時、お父さんは買ってくれなかったことがあったよね。そのくせお父さんは高いお酒を飲んでいたり、ゴルフクラブを買っていたりしたね。あなたは、お父さんはお金を自分のために使ってくれないで、お父さんのためにお金を使っている、それが自分のお金を奪われたように勘違いしたんだね。それからあなたは小学生や中学生になっても、なんとか欲しいものを手に入れようと、他の子が持っているものを奪いたくなったり、万引きしようとか考えたりしたね。ずるいことを考えていたよね。そんなずるいことを考えていたから、あなたは今自分が持っていないものを持っている人をずるい人って思っているんだよ。バカだよね。お金持ちはずるいことをしてお金持ちになったんじゃないんだよ。人よりも大きな勝負をして、大きな責任を負って、人並み以上に頭を使い、人並み以上に努力をしたからお金持ちになったんだよ。だから今あなたがお金持ちでないのは、あなたがそれをしていなかっただけで、お金持ちがあなたからお金を奪ったからあなたが豊かになれないわけじゃないよ。だからお金持ちを非難してきたことを反省しなさい。謝りなさい。そして素直にお金持ちと同じ努力をしなさい。勇気を出して大きな勝負をしなさい。命を懸けて大きな責任を負いなさい。人の何倍もの努力をしなさい。これ以上ないほどに頭を使いなさい。そしたら誰でもお金持ちになれるんだよ。あなたが本気でお金持ちになりたいなら頑張りなさい。できるよ。始めなければいつまでもお金持ちにはなれないよ。さあスタートしなさい。お金持ちを尊敬し、お金持ちから学びなさい。できるよ。未来の自分がついているからね。